エクストリーム現代社会、J. マーク・ラムザイヤー教授、日本の被差別民政策と組織犯罪、同和対策事業終結の影響編、同和と暴力団。このテンションで最後までやろうと思ったけど、やめますにゃ、普通にやりますにゃ。多分ね、あの人がね、大体ブラックの話やるわけがないし、万一やったとしても、いつもとは違う調子で何かに怯えながら神妙にやると思いますにゃ。だから耳もね、そうだね、神妙にやりますにゃ。今回のテーマは学術論文で、兼題がこれです。Outcast politics and organized crime in Japan, the effect of terminating ethnic subsidies。 これ直訳するとね、難しいんだけど、アウトキャストっていうのは、被差別民と訳したけども、これはね、インドなんかの不可植民なんかと同じような、そういうイメージですね。で、organized crime っていうのは、これは組織犯罪。で、effect of terminating、終結の影響。エスニックサブシリーズ。エスニックって言ったら民族的な、サブシリーズは補助金っていうんで、民族的な補助金。これ何なのかっていうと、さっき言ったみたいに同和事業のことです。だから同和事業をね、英語に翻訳しても何かわかんないから、こういう訳語を使ったんだと思います。でも、同和がエスニック、民族っていうわけがないし、だからね、かなりね、苦肉の翻訳だと思いますにゃ。で、この英語の論文、いろんな人の協力で日本語に翻訳することに成功しました。これ、概要欄にアドレス貼ってて、そこで原文もね、この日本語の翻訳したものも読めますので、ぜひ読んでみてください。で、これをね、書いたのが、ジョン・マーク・ラムザイヤーっていう人で、この人はね、アメリカのハーバード法科大学院の方ですね。そっちの教授です。で、元はね、日本生まれの人です。日本の宮崎県出身で、で、子供の頃ね、日本で生まれ育って、その後アメリカに戻って、そこでね、大変優秀な人で、この法律学の研究をして、で、今、教授になってるわけです。で、専門は日本の法律で、で、日本についてもね、かなりね、詳しい研究をしてて、それで日本の政府からも勲章をもらってるっていうね、とてもね、優秀な人です。その人がニャンと日本の同和ブラック問題を真正面から研究したんですにゃ。興味深いことですにゃ。ラムザイヤー先生は、ほんと、れっきとしたね、アメリカ人ですね。アメリカ国籍の人で。で、日本にいたって言っても、子供の頃だけで、大人になってからずっとね、アメリカで暮らしてるので、もうほとんど英語のネイティブで、むしろ日本の文章はね、まあ読むのはいいけども、書くのは苦手みたいですにゃ。だから日本についてはよく知ってるんだけども、日本とのしがらみがない人が日本のブラック問題を研究したっていうところが新しいんですね。で、ここにね、その内容をドドンと出しました。もうこれを見た瞬間に、これはというふうに思ったと思いますにゃ。じゃあね、この論文の中でラムザイヤ先生が何を語ってるのかっていうのを説明していきます。全体としてはブラック問題というよりは、同和対策事業を研究した論文なんだけども、英語圏の人に向けて書いた論文なので、もちろんね、ブラック問題について基本的なことも説明しています。最初の部分ではね、まあ、ブラックがどんな風に生まれてきたか、どんなものか、あとね、ブラック民のね、数とかね、分布というものを研究してます。じゃあ、ブラック民は何なのか。ラムザイヤー先生の説明だと、日本が近代化する以前に、肉や皮なめし職人、比較労働者、行商人だとか、まあ、当時汚れてるというふうに見なされた人たちの子孫だというふうに説明します。これは、もうね、日本でもね、昔はこういうふうに説明されてました。今ちょっとね、説明の内容が変わってるけども、まあ、そういうね、まあ、よくある説明をラムザイヤー先生もしてます。ここからがね、ラムザイヤー先生のユニークなところで、ラムザイヤー先生はこのブラック民の子孫というのが、じゃあ今何人いるんだっていうことについて、180万人という具体的な数字を出しています。で、これはね、諸説あるっていうことはラムザイヤー先生も説明してます。例えばね、300万のブラック民っていうような言われ方をするんだけども、ただこれについては明らかに多すぎるというふうに言ってるんですね。ここでね、出てくるのが全国部落調査という資料です。昭和初期に作られた部落の調査資料ですね。これによると、大体100万人ぐらいなんだそうですね。で、それがじゃあ今どのくらいになってるかっ
ていうところで、まあ、人口増加率とかね、まあ、あるいはその当時のね、調査で見逃されたっていうこともいろいろ勘案すると、ラムザイヤー先生の説だとおそらく180万人ぐらいと見るのが妥当だろうっていうところなんですね。で、この、ブラック民っていうのも日本にまんべんなく広がってるわけじゃなくて、だいたいこの場所というのが偏在してる。特にブラック民が多いのが大阪、兵庫、和歌山、愛媛、福岡というこの5つの地域を具体的にラムザイヤー先生は言及してます。この論文はブラック民は誰なのか、ブラックはどこかっていうことをね、結構しつこいほど追求してます。で、やっぱりね、そのことがわからないとこの研究はできなかったんですね。で、全国ブラック調査出てくるんだけども、これはね、ラムザイヤー先生がね、まあ、例のサイトというか、あるところからダウンロードしたんです。まあ、このチャンネルも相当関わってるところで、これを入手したんですね。ラムザイヤー先生はね、やっぱ昔からこのブラック問題に興味を持ってたんだけども、なかなかね、研究はできなかった。でも、この全国ブラック調査が出てきたことで、誰がブラック民か、どこがブラック民か。で、ブラック民っていうのはどんな風に分布してるのかっていうのが大変詳しく分かったので、これで一気に研究が可能になったわけですね。とは言ってもね、やっぱ英語圏の人には分からないから、この昔のね、人別帳なんかにはブラック民が書かれてて、それではっきり区別できたんだけども、明治時代に戸籍が変わって、そこでは、まあ、新平民とは言われたんだけども、そういうのがね、閲覧禁止になったりして、戸籍の制度もどんどん変わっていって、で、ブラック民というのが誰なのかっていうのはどんどん曖昧になっていくっていう話もね、かなりね、正確に論文の中には書かれています。そして、ブラックと暴力団って書いてあるけど、ここからね、いよいよ不穏な話題に入っていくわけです。ラムザイヤー先生、このね、ブラックと暴力団っていうことについて、これもね、真正面から研究します。もう論文のタイトルがね、童話事業とね、組織犯罪。本当にね、ブラックと暴力団ということについて研究してるので、当然このことはね、避けて通れないわけです。で、ラムザイヤーさんが着目したのは、暴力団にブラック民や韓国人、コリアンが多いという、まあそういう発言がよく見られると。で、これについてラムザイヤー先生はセンセーショナルなことだというふうに表現してるんですね。衝撃的な内容なんだと。で、こういうことはただの偏見ということで、いろんな研究者は一周してきたんだけども、ラムザイヤー先生はこれは無視できないんじゃないかと。というのも、そういうね、ことを言ってるのが一人二人じゃない。しかも、暴力団についてよく知ってる人、ブラック問題についてよく知ってる人が、この問題について言及してると。例えば、工藤会。これは北九州のね、一番日本で凶悪なヤクザですね。そこの幹部の人なんかが、暴力団の7割がブラック民だと言ってる。で、加藤家信彦さん、作家のね、植松康太郎、宮崎学ぶ、このあたりの人も、やっぱ暴力団にブラック民が多いというような話をしてる。で、有名なのが菅沼光弘さん。この人は公安の人なんで、暴力団のことはよく知ってるんだけども、もうとても有名な発言、暴力団の6割はブラック民っていうような、ね、そういう動画が YouTube なんかに上がってますよね。で、この発言についても無視できないんじゃないかと。で、ラムザイヤー先生がすごいのは、ブラックに暴力団がどのくらいいたか、1980年代のその童話対策事業の最盛期に、それについて、ブラックの若年層男性、これは20代から30代の男性の1割程度、つまり 10% 前後が暴力団員だったと、具体的に推計してます。で、暴力団にね、ブラック民が7割、6割っていうのはさすがに持ってるだろうというふうに、ラムザイヤー先生も考えて、でも、仮にね、暴力団の半分ぐらいがブラック民だったらどうなんだっていうことを、まあ、さっき推計した日本全国のブラック民の数、あと当時の日本の人口、で警察の資料なんかから推計すると、この数値が出てくるそうなんです。これ大変衝撃的な数値です。いくら1980年代でも、じゃあ自分の身近な人が10人に1人暴力団になったっていうようなね、そういう感覚は、多分ね、ないと思います、ほとんどの人には。まあそういう地域で育ったらそういうことになるのかもしれないけども、実際ね、日本全国の男性で、まあ20代、30代で、日本全国だと大体100人に1人いるかいないかなんですよ、暴力団員っていうのは。
すると、部落に限っては、それが1%じゃなくて10%っていうのはかなり衝撃的な数字です。で、これもいい加減な数字じゃなくて、具体的にラムザイアス先生が計算して出したものです。そしてラムザイア先生はもっと衝撃的な話をします。さっきのね、部落民の若者の10%が暴力団という話、これは下限値だと言います。つまり少なく見積もったのだと。実際の頃、部落民というものはかなりの数がこの一般社会に溶け込んでいったと。そして部落にしても全部が同和対策の対象になったわけじゃないと。ということで、さらにね、部落民というのは少ないんですよね。つまり母数が減っていくわけです。そして、さらに工藤会の人なんかは暴力団の70%が部落民だというと。で、そのあたりから、じゃあ多く見積もったらどうなんだっていうことを言うと、なんとね、部落民男性の21.4%が暴力団。で、30代の男性の25.2%が暴力団っていうんですね。まあ実際に華道家さんなんかが、部落は暴力団の温床だって言ってるけど、まさにその通りだったんじゃないかというふうにラムザイア先生は言うんですね。まあね、これは公平になっちゃうかもしれないけども、実際同和事業がされた部落では、その若い人が暴力団に入る動機づけがあったんじゃないかっていうんですね。で、その結果どうなるかっていうと、その結果をラムザイア先生は自己補強的というふうに表現しています。何を自己補強するかっていうと、それは偏見差別を自己補強するということです。部落というものは怖いものだという偏見ですね。それを具現化していくわけです。で、その具現化されることで、同和事業だとか、その補助金というものが正当化される。それによって、どんどん若い人が暴力団に入っていく。そしてね、その自己補強による悪循環が続くっていうんですね。部落は怖いものだっていうことが、どんどんね、その単なる偏見じゃなくて、具現化されて補強されていくっていうんですね。さて、ラムザイア先生は当然ね、この部落解放運動にも目を向けます。そうするとね、この部落解放同盟についても当然言及しないといけない。ここでね、ラムザイア先生、今までね、学者が言わなかったことを言います。松本の暴力的水平社がね、前身だというね、ものすごいパワーワードが出てくるんです。松本っていうのは松本治一郎ですね。戦前に水平社を率いてた人です。だから、この水平社っていうのは大変ね、暴力的な集団で、松本治一郎っていうのも、かなりね、暴力的な活動をしてたっていうことを研究してるんですね。で、そして、この水平社内でも暴力が繰り返された。で、戦後にね、部落解放同盟っていうのもやっぱりこの暴力を繰り返したんですね。代表的なのが8日高校事件。これらについてね、ラムザイア先生はどう考えてるかっていうと、これは、共産主義者の内部ゲバルト、つまり内ゲバだというふうに見れるんですね。水平社っていうのはもう戦前からこの共産主義と結びついてたんですね。それが、まあ、やっぱり暴力組織というものがね、その中に入り込んできて、そしてその共産主義者とですね、暴力組織というものが大変ね、この残忍な争いを繰り広げていくわけです。そしてね、同和対策事業が始まると、ますますね、この争いっていうのは、この共産主義者の中でのイデオロギー的な対立というよりは、単にね、もう利権争いという様相を見せていくんですね。だから共産党との抗争っていうのも、最初はイデオロギー的なものがあったのかもしれないけども、やっぱり同和対策事業というものが始まると、これはもう完全にね、その利権に群がる暴力組織と共産党の戦いというような風になっていきます。その象徴的なものとして、例えばこの九団ですね。九団というものを解放同盟をやった。まあ、九団っていうのはギリギリ暴力ではないんだけども、まあ、実質的には暴力に近い効力を持った。それで、なんとかね、当局の取り締まりを逃れるために、この部落解放運動という形で、九団という形で、人を追い詰めるというか、暴力的な活動を行った。そして、もう一つ重要なキーワードが、窓口一本化ですね。同和対策事業の自治体とか政府の窓口というものを、自治体や政府の窓口をもう解放同盟に一本化すると。で、そのためにはね、それに反対する人の家を取り囲んで、もうガスや水と電話回線を切るというようなことをしてですね、
もうとにかくね、もう黙らせるということを繰り返したと。そういうことを解放同盟はやってきたということなんですね。その結果というのが、やっぱりね、先ほども言及した差別の自己補強っていうことです。この同和事業だとか解放運動っていうものが差別を生んだんだと。うん、これね、いろんな人がやっぱり気づいてると思いますよ。その同和事業とか同和教育がこんなもんやらなければもう問題解決するのにっていうのは、いろんな人が思うと思うんだけども、それは、ラムダイヤーさんも結局その結論に至るわけです。例えば、確かにね、伝統的な、部落を避けようとか、そういう意識はあったのかもしれないけども、同和地区というものが、組織犯罪や暴力にまみれた状態になる。そして、ヤクザの拠点のような状態になる。で、そういうところに、日本人が子供をですね、嫁がせたいと思うかどうかと。例えば、嫁がせた先の、その人の、まあ、じいさん、ばあさんが、肉屋だったり、川屋だったりしても、多分ほとんどの日本人は気にしないけども、じゃあその嫁いだ先がね、ヤクザの温床みたいになってると、その嫁いだ自分の子供だとか、あるいはその孫が組織犯罪に関係してしまうかもしれないと、そうなると当然そういうところの家と結婚するっていうことは気が気でないことではないかと。ということで、やっぱり、同和事業や解放運動というものが、差別を自己補強したんじゃないかっていうのはラムザイヤーさんの考え方です。そして結婚差別だけでなく、企業による就職差別というものも自己補強された。当然企業としては、組織犯罪に関わってるような人を従業員として雇うということは、もう許容できないリスクというふうに見なすわけですね。そして企業の場合は、この糾弾というのも大変深刻な問題です。糾弾というのは、やっぱ社会運動の体裁をとって、当局の介入を防ぐという面があって、実質的には暴力だった。恐喝、ゆすりたかいだった。実際、差別者と認定した企業から、実際にお金を巻き上げたということは、例としてもう暇がないわけです。そうすると企業としては、そういうリスクから遠ざかろうとする。ということで、やっぱり、この就職差別というものも、このブラック解放運動、同和事業が自己補強した面があるんじゃないか、というのが、ラムザイヤー先生の考え方です。では、なぜブラックが恐喝と暴力の温床のような状態になってしまったのか。で、じゃあ実際本当にそうなったっていうことはデータから裏付けられるのかっていうことを、ラムザイヤーさんはもちろん研究していきます。それは後編で説明していきますので、お楽しみにニャ。ミミのツイッターがありますにゃ。概要欄にリンクがあるからぜひフォローしてくださいにゃ。ハッカーミミ、漫画も公開してますにゃ。ミミが AI を作って国際的陰謀に巻き込まれますにゃ。もしいいねが3桁にやったら続きが読めますにゃ。ミミの YouTube チャンネルもよろしくにゃ。